はい、カリオンの丘でございます。全く花が咲いてませんね。これが1月のね、カリオンの丘でございます。なんか花咲いてるかもできたんですけどね、何にも咲いてない。珍しいね、こんなとこで撮るのね。ずっと見てるけど、ほんまに花が見えないね。見えてくるのは、ね、芝生だけでございます。ちょっと下に水流れてるね。はい、古墳が見えてきましたね。このね、丘陵公園には古墳がね、何個あったかな、7個あったかな、7箇所あるんですね。一番有名なのは流山古墳でね、それから乙女塚古墳で、横にはね、須山古墳があるんですね。この中で一番大きい古墳がね、見えるかな、ここから。ここからね、須山古墳行ってみてみましょうかね。これ須山古墳です、須山古墳ね。これをね、一回回ってますけどね、これ古墳、これ2つ見えましょう。こう2つとここに1個やからね、7個ぐらいね、なんかあるみたいやったんですけどね、書いてないかわからんね。何にも書いてないね。これはそうですね、7箇所ぐらいあるって書いてあるんやけど、わからんな。今日はもう公園からも行く時間ないからね、この山で上がって上からちょっと見てみましょうかね。ここからね、これは古墳でございますね。この古墳はなんか何号墳か書いてないけど、わからんな、書いてないですね。わあ、下どんぐりがいっぱいよ、どんぐりが。ほら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 、どんぐりが。どんぐりいっぱいでございます。はい、ちょっと見上がるでしょう。よし。ここ一番マウントの山のてっぺんでございます。これ。あそこは乙女古墳かな、乙女塚古墳やったっけ。流山古墳見えないっけ。見えんな。7箇所でもっとあるのかもしれんね。いっぱいなんかマウンドがあんねんけど、発根層やし、流山古墳見えませんでしたね。どっちや。ここにね、古墳が2つまだ見えてるんだけどね。大きく大きい古墳とちっちゃい山とね、結構ね、見えないですわ。ここ大きいやな。公園かも見えないか。はい、時間ないからね、一回しましょう。あ、店行かないとね。
桜はまだちょっと硬いね。まだ1月やもんな。ね、まだあと2ヶ月ぐらいかかってな。ふうふう、怖い怖い。こんなとこ怖いからあかんな。ちょっとした坂かね。はい、うまみ丘陵公園でした。ありがとうございました。さあ今から急いで帰りましょう。店行きましょう。カリオン農家からねずっと見たいんですけど、何にも花が全くなかったですね。これまた珍しいね。カリオンの子でございます。ちょうどね逆光やからね。間に合うかね。もう10時前かもしれんな。さあ急ぐ急ぐ。こんなやつ奈良盆地でございます。奈良盆地でちょうど奈良の真ん中辺ですね。この辺がね、はい、ここでございます。ここから降りてもう何も急いだら間に合うかもしれないね。さあ急ごう。急ぎましょう。急ぎ。